ルーク・イシカワ・プラウデンはアメリカ出身のタイの俳優、モデル。1995年9月13日にアメリカのワシントン DC に日本人の母親とアメリカ人の父親との間に生まれる。ペンシルベニア州、ステート・カレッジで育ったが、両親が生物学者と動物保護の活動家であったことから、アメリカ国内だけでなく、インドネシア、 フィルピン、アマゾンなどを転々とした。ジョージ・ワシントン大学にて、マーケティングリサーチを専攻し、大学卒業後は、大のモデルエージェンシー、エリアマネージメントにスカウトされ、バンコクにてモデルとして、活動を開始した。大学在学中は、学生委員として活動したほか、ディベートチームのリーダーや、テニスチームのキャプテン、日系アメリカ人学生協会のリーダーなども務めた。 2017年よりアメリカにてミュージックビデオへの出演やモデルとして活動。2018年よりバンコクに移り、クレオ・タイランド2018に参加して、モーストポジティブ・シンキング・バチェラーを受賞した。ウルフへの出演をきっかけに2019年に GMMTV と契約した。初の主演となる、オー・マイ・ボスは2020年に放送予定であったが、放送が延期されている。 2021.519チャンネル GMM25 で応援開始。ありがとうございます。